はい、おしです。運動は万能の薬であるとよく言われます。ですので若い人も、また私のように還暦を過ぎた人も、また70、80の人生の先輩も方々も、ぜひ運動を生活の中に取り入れて、毎日元気で笑顔で暮らせるようにしていきましょう。古代ギリシャのヒポクラテスが言いました。あなたがもし不機嫌なら散歩に行きなさい。それでもまだ不機嫌ならもう一度散歩に行きなさいと。それだけ体を動かすこと、ウォーキングはとても精神安定面にとってとても効果的なんですよね。このウォーキングの他にストレッチ、そして筋トレを加えるとさらに効果が倍増します。ぜひ生活の中にウォーキング、ストレッチ、筋トレを取り入れてください。ウォーキング、そしてストレッチ、筋トレを行いますと分泌される代表的なホルモンがあります。まず一つ目がテストステロンという物質があります。これは骨とか筋肉を形成してくれる働きがあります。男性ホルモンの一つですので、気力体力が湧いてきて、自分自身が大好きになり、もう自信もりもりになってきます。もちろん肥満とか糖尿病とか、または循環系の病、そんなものにも効果的な物質が出てきます。素敵なホルモンですよね。またセロトニンも出てきます。セロトニンは幸せホルモンとも別名呼ばれています。神経の落ち込みを抑えて気持ちを安定させてくれる働きがあります。もちろん痛みを調整する働きがありますので、今痛くて仕方がないという人も、その痛みを軽減することも可能になるかもしれません。そして3つ目にはベータエンドルフィン、あるいはドーパミン、またはノンアドレナリンというような物質も出てくるんです。これは気分を高揚してくれる働きがありますので、集中力が高まりますし、何といっても気持ちがポジティブに変わっていきます。補足ですけども、このドーパミンが不足すると認知症になる確率も高いと言われます。ですのでドーパミン、運動してドーパミンをたくさん出して認知症予防をしていきましょう。ではご覧になっているサークルの皆さん、そしてその他の皆さんも、ぜひ運動は万能の薬と言われます。ぜひ体を動かして毎日明るく元気に過ごしていきましょう。それでは3つの運動ありましたよね。ウォーキング、ストレッチ、そして筋トレ、この3つを上手に利用して毎日明るく生活していきましょう。